はい、こんにちは、ノバルです。今日は車の中をお送りしてます。よろしくお願いします。はい、東京地はね、曇ってますね。意外と寒いです。で、日が出てないんで、なんかやっぱりあまり気温上がってないですね。はいはい、今日のテーマなんですけど、幸せのフィリピーナの思考参戦というね、こういうお話しようかなと思ってます。はい、フィリピン人のね、女の人とか、まあ男の人もそうですけど、意外とね、前向きな考え方とかね、思考能力があります。で、僕たち、まあ日本人よりね、やっぱりね、前向き、ポジティブですね。で、すごくね、いい考え方で。まあ、根っからの明るい国民なんでね、やっぱりそういう思考あると思うんですけど、まあ、どういう思考かっていうね、まあ、具体的なね、3選、3つお話ししていこうかなと思ってます。はい、幸せのフィリピーナの思考参戦。まず1個目ですね。嫌な考え方をしない。まあね、嫌な考え方って、まあ、例えば、ああなったらどうしようとかね、こう、なんだろう、怒りもしないね、こう、なんか、嫌な想像とか、そういうことをしません。だからね、すごくね、前向きで、考え方がいいなと思って。例えば、私なんかひどくて、ああなったらどうしようとか、最悪のパターンというのは考えますね。起きないかもしれないけど、起きるかもしれないけど、でもやっぱり、こうなるんじゃないかとか、ああなるったらどうしようとかね、そういうことを考えます。だから頭の中は結構ね、大変なんですけど、でもフィリピン人、うちの特に奥さんとかね、そういう考え方しません。で、いつもね、なんかすごく、いい方に物事を考えます。で、そういう風になるようにね、やっぱ、努力するのかな。そういう風にね、行動してることはね、多いです。だからやっぱり、ね、それは見習わないといけないなってね、僕は思います。だからやっぱりね、彼女と出会ってからね、やっぱり、少しね、やっぱり考え方がね、こう、まともになってきたっていうかね、そういう風に思います。はい、ごめんなさい。ちょっとコーヒー飲ませてください、コーヒーを。今日もね、コクブラック、極ブラックですね。美味しいね、いいね。あれ、今日ね、買い物行ったんですけどね、結構いろいろ、あとあれですね、妻がね、テニスクラブに行きたいって言ってたので、そのなんかちょっとね、クラブのね、クラブハウスに行ってきたんですけど、はい、なんかね、上手い人ばっかりでね、驚きましたね。まあ練習毎日やってるみたいなんですけど、なんか最初年会費払って、なんか月々の会費っていうのをね、払うような感じで、まあ、ちょっといつから行くかわからないんですけど、まあ楽しみですね。はい、幸せのフィリピーナの思考参戦ですね。2つ目、他人と比較しない。他人と比較しないです。はい、まあね、他人と比較してもね、まあ何か変わるわけじゃなくて、なんかね、あんまり意味ないことだっていうのはわかるんですけど、でもあの人はいいけど私はなんかあんまり良くないなとかって思ったりしますよね。で、他人と比べるってことはなんかやっぱり、ちょっとね、困りますよね。で、全然ほら、能力も違うし、立ってる土俵が違かったりとかっていうこともあるんですよ。だから僕は僕で、ちゃんと自分ができることを精一杯ね、こう努力するっていうことはね、大切なんだけど、なんかうまくいかないと、なんか物事うまくいかなくなってくると、人と比較して、あいつはいいなとか、あいつは恵まれてて俺は恵まれてないとかって、そういうふうに思ったりするのはある、そういう思考になっちゃうんですけど、でもうちの奥さんはね、やっぱり自分自身のことを見つめて、今自分が何をすべきかということをね、ちゃんとね、分かってるように感じます。だからやっぱりね、そういうところね、ちゃんと見習わないといけないかなってね、僕は感じます。で、やっぱりね、それは他人にも言えることっていうか、私を彼女が見て、で、他の人とは比較しないです。私のことをちゃんと見てくれます。だから、あの人はだから、あなたは違う、なんかダメとかって、そういうことは言いません。だからもう少しね、こうした方がいいんではないかっていうね、ことはね、アドバイスしてくれます。だから、すごくね、それはそれでいいと思います。でもね、まあ、なかなかね、それを自分が受け入れていくっていうのはね、できる時とできない時があります。はい、でもね、やっぱりね、本当にね、なんか物事うまくいかないと、やっぱりね、人と比べてしまうっていうのはね、悪い癖ですね。だから僕はそこのところね、直していかないといけないのかなと思います。だから今ね、自分がね、そんなにね、不幸ではないはずだし、うまくいってないわけじゃないんだけど、なんかね、
自分に満足してないというかね、そういうところがね、多少あるのがね、事実です。だからやっぱり今自分がなぜうまくいってないと思うのかとかね、そういうことをね、ちゃんと考えてね、行動するっていうのは一番大事なのかなと思っています。で、やっぱり人の話もね、少し聞いたりとか、アドバイスを聞いたりとか、直せるとか直していくとかっていうことをね、ちゃんとやっていかないとダメなんだなっていうね、ふうに思います。はい、幸せのフィリピーナの思考参戦、三つ目ですね。感謝をする。感謝をするです。あ、やっぱりね、何事にもね、感謝って大事だし、人に対して感謝とかね、そういうことも大事だと思うし、本当にね、自分がね、恵まれているってことに対してとかね、そういうことに対してね、感謝の心を忘れないっていうのは、ね、大事なんだと思います。で、やっぱりフィリピーナのね、やっぱり、本当ね、明るい人はね、本当に感謝を忘れないですね。で、人に感謝をするからやっぱり人が寄ってきて、その人がね、こうなんかね、新しい幸せを持ってきてくれるとか、チャンスを持ってきてくれるってことが、ね、あるっていうのはね、僕もね感じます。だからなんかね、人に感謝できないとかね、あ、自分はなんかね惨めだとかって思っていると、本当にね、幸せが寄ってこないし、余計感謝できなくなってしまうっていうね、このなんかジレンマになってるっていうのは、ね、すごく感じます。だからやっぱり日々のね、感謝とか、朝起きてね、ちゃんとね、そのことに対しての感謝っていうかね、ご飯が食べれるとかね、そういうのも感謝なのかなって僕はね、思います。で、今ね、ほんとね、今さっきのお昼食べたんです。唐揚げ食べたんですけど、なんかね、ああ、幸せだなぁなんて思って、まあそれもね、なんか感謝なのかなとかって思いますね。で、こうやってね、ほんとね、まだ今、こういう COVID-19 のね、ウイルスでね、緊急事態宣言が出てるんですけど、でもこうやってね、ご飯が食べれて、今どう病気にもなってないしね、それはね、とても幸せだなってね、ちゃんと感謝しないといけません。はい、それにやっぱりね、人がね、こういっぱいね、うちが集まるうちになるとね、僕もいいんですけど、今ね、なかなか人がね、集まれないようになってるので、やっぱり人がなんかね、幸せとかね、そういうのをね、持ってきてくれるような気がするしね、そういうね、友達とかにもやっぱりね、ちゃんと感謝できるっていう心がね、僕にもね、もうちょっとね、必要かななんて思います。だからうちの奥さんとね、こう喋っててね、彼女はね、やっぱりね、物事に対しての感謝を絶対忘れてないっていうのはすごいなと思ってね、それはね、僕には持ってないね、なんかこういう素晴らしいパワーなのかなと思います。で、やっぱりそういうふうにね、日頃から訓練しないといけないのかなと思って、ね、ついね、なんか怒ってしまったりとかね、するし、優しい気持ちをね、やっぱり大切にしないとね、感謝という心はね、生まれてこないのかななんて思います。なんかね、やっぱり人をこうね、見ていて、こう自分に足りないものは何かなとかって思った時に、ね、やっぱり、そういうことなんだなっていうね、つくづくね、考えさせられます。はい、今日はね、幸せのフィリピーナの思考参戦というね、お話をさせていただきました。皆さんもね、やっぱりフィリピーナの人、身近にいるでしょうかね。やっぱり明るくてね、前向きで、素晴らしい考え方とかね、そういうの人がね、多いと思います。だから彼女たちにね、パワーをもらったりとかね、するってとても大事だし、彼女たちの考え方をね、自分もね、こう、真似したいなっていうふうに思います。で、なんかね、こう、マイナスマイナスのことばっかりとかね、そういうふうにばっかり考えてるとね、どん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 なんかね、頭の中が壊されていくような気がするし、僕たちはね、やっぱり、こう、いい方へいい方へね、なんかね、考えていくとかね、そういうふうな思考を持つっていうことがね、僕たちにとても大事だなってね、最近思います。だからなんかね、悪いこと、良くないことの、こう、一番良くないパターンというのはね、こう連想してね、こう生きていると、なんかだんだんそういう風になっていっちゃうんだなってね、僕はね、感じます。はい、今日はね、まあこんなお話でした。最後はね、見てくれてありがとうございます。これからもね、よろしくお願いします。このチャンネルでは、ね、フィリピン人とのね、国際結婚の話、それからね、子供とのね、こう接し方の話とかね、いろいろ日常で起こることのね、出来事とかね、あと解決方法のね、話とかをしていきたいと思います。よかったらね、見てください。よかったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。今日は最後まで見てくれてね、ありがとうございました。はい、あけみちゃん、バイバーイ。